DJ 田中さん、男性32歳、会社員の方からいただきました。以前、靴屋でスニーカーを試し履きしている森脇健さんを見ました。店内を2周くらい走った後、デザインが微妙やな、と言って返却していました <laughs> あ。試し履きして、試し履きしてのに走っちゃうんだな。 その場だよね、せめて。その場で足踏みぐらいしか俺はしないけど、森脇さんぐらいだと軽く走るか。デザインが微妙やなって言ってるけど、最初デザインで見て気に入ったから履くんじゃないの走った後にデザインを言うかな。<laughs> 森脇さんっぽいな。 で、デザインがいいから、試し履きに移行するんじゃないのだよね。なんかおかしいよね、順番が。<laughs>